コーデックスマグライオビキアーノに描かれるケツアルコアトル、白い神とは、世界、特にアメリカ大陸の古代文化において、過去に現地を来訪したコーカソイドが神聖として、住民の信仰を得ていたと考える心情、及びその神聖そのものを指す。16世紀に、スペインのコンキスタドールたちによる報告の中で示された、新世界の人々から神として歓迎されたという、 記述に基づくが、後年において、その解釈は、白色人種による神格の存在へと拡張され、宗教の教義、教会科学、疑似科学的な理論、さらには、白人史上主義者の教場などの根拠として、学術的な検証性を超える範囲にまで及んだ。いくつかの著作家はその著書で、白人宣教師または、神々が、クリストファー・コロンブス以前に、 アメリカ大陸を訪れていたと主張し、多くはケツアルコアトルなど、土着の古代神を語った神話や伝説を引用して、実際にはその場所を訪れた白人を神とみなした伝承であると結論づけている。インカ神話の創造神ビラゴチャ16世紀以降のスペインの年代記作者たちは、フランシスコピサロを率いるコンキスタドールが初めて、インカ人と遭遇した際に、白い肌が、 インカ神話のビラコチャと似ていたために神として歓迎されたという報告を記載している。最初の報告は1553年のシエサで、レオンのもので、後にサルミエントデガンボアによっても報告された。ホアンデベタンソスなどによる同様の報告の中では、ビラコチャは白い神と記載され、髭を持つともしばしば記述されている。 コロネル A ブラグヒーニーは1940年の著作ザ・シャドウ・オブ・アトランティスでカリブの人々の間に富または常と呼ばれる白いひげの人物が東からやってきて人々に農業を教えその後東の方向に消え去ったという記録と伝承があると述べたまたクスコ王国の初代国王マンコ・カッパックは白いひげの人物だったとも言う作家のルパート・ファーノは 白い神を古代都市、気はなくとも関連づけている。作家、海洋考古学者であるロバート・カイマークスは、白い神の概念について、後半に記述し、ほとんどのアメリカ先住文化において描き、表されていると結論した。いくつかの研究者は、白い神の伝説とは、スペイン人の侵入以降に成立した創作であり、疑似科学に基づく考えであるとみなしている。 モルモン教徒の中には白い肌を持ち空から現れその再臨を約束したというケツァルコアトルをイエス・キリストの姿だとみなす考えもある。モルモン書に記される教説においてイエス・キリストが説く約束の地とはアメリカ大陸であり、キリストはアメリカの先住民について囲いにいない他の羊であるとし復活した後に彼らを訪ね教え導いたとしている。 末日聖徒イエス・キリスト教会の第三代大官長ジョン・テーラーはこう記している。メキシコの神聖であるケツアルコ・アトルの生涯の物語は救世主の物語と密接な、とても密接な類似性がある。まさにケツアルコ・アトルとイエス・キリストとは同一の存在であるという結論以外には達し得ないモルモン教徒である SF 作家オソン・スコットカードは この考えをもとに本案した小説アメリカを書いている。1962年、考古学者ピエール・オノレは先コロンブス期のメソアメリカ文明はクレタ島付近から来た白色人種がもたらしたとする境界科学的な説を発表している。アトランティスに関する著作家ガードフォン・ハスラーは白い髪を聖書の大洪水と関連づけた。 イギリスの作家ハロルド・ T ・ウィルキンズは、遠く離れた白い神の概念を取り上げ、古代の南アメリカ全体を占領していた、失われた、白人種について書いた。またウィルキンズは、ケツアルコアトルは、アトランティスから来たとしている。アーリアン学説とヒンドゥー教に影響された、オカルティストであるジェームズ・ H ・マドルは、古代人にとって、アーリア人種が重要な存在であり、世界の怪人種から、 白い神として崇拝されていたと記述した。マドルは北アメリカに位置していたエデンの園がアーリア人種の起源だとしている。古代宇宙飛行施設という方に関するいくつかの著作家は白い神は地球外生命だったと主張する。ピーター・コリシモはケツアルコアトルの伝説は事実に基づいていると考え宇宙船で生まれ、 アトランティスに移住した白い種族について語ったものと主張する。彼らはアトランティスが崩壊した後、アメリカ大陸へ移り、未開の地球原住民から白い神として扱われたとしている。ありがとうございます。